こんにちは、アムです。今回は桜の葉っぱを編みます。2種類用意しました。こちらが本物の桜の葉っぱの形と似ていますけども、こちらの方が可愛いので、こちらを主に編んでいきたいと思います。使用する糸はコットンニート S ケイトピエロさんです。一玉40g で95mです。使用する針はかぎ針の4号です。 2.5mm アフガン編みダウンですけれども、これ1本で大丈夫です。そしてこちらの葉っぱは、まず作り目を13目編んで、でこちらに6目編んで、ここが13目ですね。でここが6目で、そして1段目がここで、6目に編んだら、この作り目の一番端っこですか、この目に1目編んで7目になります。で2段目は1目増やして、ここから7目すくって、ここの目と足して8目になります。でずっと編んでいって、で13段目まで編んだら、今度同じ目に作り目のこっちから、こちらから言うと一番端です、1目目ですね、こちらの同じところに編んで、で戻っていって、で最後ここで引き抜いてここまで来ます。そしてぐるっと編みましたら縁編みをします。これがこの編み図です。そしてこちらとこちらの違いなんですけれども、だいたい編み方は同じです。でこちらの時は8目が4段、こちらも8目4段ですけれども、今度ここに2段7段があったところが3段に増えてます。そしてこの6段2段も3段に増やしました。そして5段のところも1段増やして2段あります。あとは4、3、2で同じです。で帰りも同じようになっています。ですのでこちらの編み方が分かれば、こちらを見て編めると思います。それでは始めたいと思います。まずこちらなんですけれども、鎖編みを13目、そして6目編むんですけど、ここの13目のところでステッチマーカーをつけたいと思います。ですのでまず輪を作って、糸を引き出して引き締めて、ここからスタートです。ここから13目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13編んだら、ここに印をつけておきます。この鎖編みがここです。そして6目編みます。1、2、3、4、5、6、そしてこんな感じですね。これで編んでいきます。そしたら鎖の裏山の1目目から6目すくいます。裏山の1目目ですので、ここからですね、こちらが表でこちらが裏です。このポコポコしているのが裏です。ですのでここですね、ここに針を入れて1目すくいます。で引き抜きません。このまま続けて2、3、4、5、6と引き抜くと、かぎ針には7目、1、2、3、4、5、6、7目になりました。で続いて茎の部分、こちらですね、こちらの1目目、これマーカーのついた目です。ここに針を入れます。そしてすくうと 1、2、3、4、5、6、7、8 目になりました。そして今度2目ずつ7回で戻っていきます。かけて2目引き抜きます。1回でかけて2目引き抜いて2回、かけて2目引き抜いて3回、かけて2目引き抜いて4回、
かけて2目引き抜いて5回、かけて2目引き抜いて6回、かけて2目引き抜いて7回です。7回で戻りました。針には1目残りました。で2段目です。今度は鎖編みを1目編みます。増やす分ですね、増やす分を1目編みます。そして今編んだ裏山、この目ですね、ここから7回すくっていきます。1で次ここですね、2でこちらです、3 4 5 6、ちょっと割れたかな、7目すくいました。そしたら針には8目とあります。1 2 3 4 5 6 7 8目あります。そしたら今度こちらですね、こちらの鎖からここから2目目です。マーカーから2目目なのでこれです。1 2、この目をすくいます。これで9目になります。1 2 3 4 5 6 7 8、9目になりました。そしたら2目ずつ8回で引き抜いて戻ります。かけたら2目引き抜きます。1回2回3回4回5回6回7回8回で8回で戻りました。で1目になりました。で2段が終わりました。で3 4 5は増減なしで編みます。こちらですね、今1段目が終わって2段目が終わって3段目、3 4 5は増減なしで編んでいきます。で増減なしで編むときは裏山の1目目から1目目ですね、こちらですね、これの裏山、ここですね、ここからすくっていきます。7目すくいます。1 2 3 4 5 6 7、すくうと針には8目になります。1 2 3 4 5 6 7 8目。そうしたら今度こちらですね、こちらの方から、こちらの方から1目、隣の目、3 4 5とありますけども、これが3 4 5ですね。でまず3段目ですので、ここから3つ目、1 2 3目目、ここに針を入れて1目引き出します。そうすると針には9目になります。1 2 3 4 5 6 7 8、9目になりました。そしたらかけて2目ずつ引き抜いていきます。8回です。かけて2目、1回2回3回4回5回6回7回8回で1目になります。それを今度4段目と5段目も同じように繰り返します。4段目も1目目の根元から針を入れて引き出して、1 2 3 4 5 6 7目すくったら、今度こちらの鎖の隣の目に針を入れてすくって、9目になったらかけて2目、1 2 3 4 5 6 7 8、これで4段目が終わりました。で数える時は段はここが鎖ですので、ここから1段目です。1 2 3 4段終わりました。次5段目も1目目からすくっていきます。1 2 3 4 5 6 7 7目すくったら、今度こちらの鎖から1目すくって2目ずつ戻ります。1 2 3 4 5 6 7 8、これで5段目まで終わりました。次6段目です。
6段目は1目減らします。ですのでこちらの方がいいかな、裏山の1目か、ここの1目目ここではなくて2目目、ここから針を入れます。そうすると1目少なくなるので、ここから 6目すくいます。1 2 3 4 5 6、そしたらこちらの作り目の方の隣の目に入れて、これで8目です。1 2 3 4 5 6 7、8目になりました。そしたら2目ずつ戻ります。かけて2目引き抜いて、1回2回3回4回、あっとごめんなさい、5回6回7回です。そして針に1目残りました。で、7段目は今度は1目目からです。2目目に入れちゃうと1目減ってしまいますので、この1目目これでよいしょ、ここですね、ここから6目すくいます。1 2 3 4 5 6目すくったら、隣のこちら、このチェーンの隣ですね、ここに針を入れてすくい出します。そうすると針に8目です。1 2 3 4 5 6 7 8です。そして2目ずつ戻ります。1 2 3 4 5 6 7回で戻りました。これで1 2 3 4 5 6 7段目が終わりました。で、今度は8段目は1目減ります。8段目ですので、ここで1目減ります。減るので、減るときは鎖の裏山2目目からいきます。ここが1目目で、2目目ここからです。ここから針を入れて5回すくいます。1 2 3 4 5、すくったらこちらのチェーンから1目、これで針に7目になります。1 2 3 4 5 6 7、そしたら戻ります。かけて2目ずつ、1 2 3 4 5 6、で8段目が終わりました。で、9段目は減らさないので1目目からいきます。ここから1目目から1 2 3 4 5目編んだら、隣のこの隣というかこのチェーンの方から1目すくいます。これで7目ですね、1 2 3 4 5 6 7目になりました。そしたら2回ずつ戻ります。1 2 3 4 5 6回で戻りました。で、1目になりました。今度10段目ですね、1 2 3 4 5 6 7 8 9、段終わりました。10段目そうすると今度10段目は、4目になり、10段目あ5目ですね、またここでここから減りますので5目になりますので、2目目から減らすので、減らすときはこの 1目目からではなく2目目から針を入れます。ここに針を入れて、1回2回3回4回、そしてこちらの方から1目足しますので、これで5目です。そして10段目、針には6目、1 2 3 4 5 6目かかりました。そしたら5回で戻ります。1回2回3回4回5回、これで10段目までできました。そしたら今度11段目です。11段目は今度また 1目減ります。ですので裏山のここが 1なので2目目、こちらに針を入れます。ここに入れて引き出して3回すくいます。1 2
3目ちょっと割れましたね。割れやすいですね。3回すくったら、どこしかな、大丈夫か、こちら隣の隣というかこの作り目の方から1目すくいます。そうすると針に5目です。1、2、3、4、5目になりました。そして2目目ずつ戻ります。1回、2回、3回、4回、4回で戻りました。で12目目も、1目減ります。12段目1目減ります。ですので鎖の2目目からここから1、2とすくって、そしてこちらから1目すくいます。で4本に針には4目、1、2、3、4目になりました。で2回、2目ずつ3回で戻ります。1、2、3。そして13段目もまた減りますので、ここではなく2目目ここからすくって、で最後の目に入れて、これで針に3本になりました。で2目ずつ2回で戻ります。1回、2回で戻りました。で今度は14段目はこの反対側編んでいきます。なのでこの鎖を使って同じところに入れて編んでいきます。ですのでまず14段目は裏山1目目ですので、これに針を入れて出したら、この同じ目です、ここの一番最初の目ですね、作り目のここに入れて、そしてこれ邪魔なのでこっち持ってって、これで3本になりました。14段目、ここで3目です。そして2目ずつ2回で戻ります。1回、2回で戻りました。で今度15段目は裏山1目目からここから1回、2回と入れたら、今度反対側、このチェーンのこの、目を使って編んでいきますので、次の目、作り目の次の目というのは今ここに 目が入ってますので、分かりにくいかな、この目がここに入ってますので、次の目はここです。ここに針を入れます。ここに入ってるのでここですね、ここに入れて2本すくって引き出します。で4本になります。そうしたら2目ずつ3回で戻ります。1回2回3回、これで15段目が編めました。そして16段目は今度は今15編んだので16段目は今度ここは増やしていきます。なので、鎖1目で増やそうもあるんですけども、この16、裏山1目目ここに針を入れて1目引き出します。そして3目すくいます。1目2目としたらここが編んでありますので、ここで3目ですね。1、2、3、1、2、3、これで4目になりました。そしてここですね、この目が終わってますので、この隣の目ここに針を入れて、ですくいます。で5目になりました。で2目ずつ4回で戻ります。1、2、3、4。で16段目、で次は17段目ですので、1目目から4目すくいます。1目目から1目目に針を入れて1、2、3、そしてこの目もすくって4目です。そして今度隣のここの隣ですので、ここですね、ここに針を入れて、ここに10目目ってありますけど、それは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目目ということです。そして引き出します。そうすると針に6目かかります。6目かかったら2目ずつ引き抜きます。1、2、3、4、5回で5回で引き抜いて戻りました。
そしたら18段目です。18段目もここで、18段目もここ、あれ18段目は取りきますか。1目めから5目すくいます。1、2、3、4、5目すくいました。そしたら次の目、ここの鎖の中心の鎖の次の目に針を入れて引き出します。そして7目になります。1、2、3、4、5、6、7目になりました。そしたら2回ずつ6回で戻ります。すみません、よそ目したら抜けちゃいました。1、2、3、4、5、6で戻りました。で19段目は鎖の2目めから5目すくいます。2目めですので1、2でここです。ここから1、2、3、4、5目すくったら次の目に針を入れて出します。それで7目になりました。1、2、3、4、5、6、7です。7になったら2目ずつ6回で戻ります。1、2、3、4、5、6で20段目です。1目めから6目すくいます。ここから1、2、3、4、5、6目すくったら次の目に針を入れて、これで8目になります。1、2、3、4、5、6、7、8です。そしたら2目ずつ7回で戻ります。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回で戻りました。次は21段目です。21段目は2目めから 6回すくいます。1、2目め、ここから6回です。1、2、3、4、6。そして次の目をすくいます。これで8目です。1、2、3、4、5、6、7、8目です。で2目ずつ戻ります。1、2、3、4、5、6、7。そして次22段目は増減なしですので、裏山の1目めから作っていきます。1目めから1、2、3、4、5、6、7作って、そしてこちらから1目、これで9目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9目です。で、2目ずつ8回引き抜いて戻ります。1、2、3、4、5、6、7、8。そして23段目から25段目は増減なしでまっすぐ編んでいきますので、鎖の裏山2目めから作っていきます。1、2、3、4、5、6でここもすくってしまいます。7。そしてこちらですね、茎のところから1目で、針には9目です。1、2、3、4、5、6、7、8、9目になったら2目ずつ戻ります。8回です。1、2、3、4、5、6、7、8で24段目も同じです。2目から1、2、3、4、5、6、7、8
1、2、3、4、5、6でここもすくって7でここで9目になります。で8回で戻ります。1、2、3、4、5、6、7、8、あともう1段ですね。25段目も同じです。1、2、3、4、5、6で最後ここから抜いてここで9目です。で8回で戻ります。2、3、4、5、6、7、8で25段目まで終わりました。次26段目がここに入るんですけど、今度は1目減りますので鎖の裏山2目目からいきます。1、2、ここから6目拾います。1、2、3、4、5、6目拾って、でここの最後の目に入れて、最後の目に入れてこれで6目、針には8目ですね。1、2、3、4、5、6、7、8目になりました。で2目ずつ7回で戻ります。よいしょ。1、2、3、4、5、6、7でここで一応形できたんですけど、今度最後は2目、ここから引き抜き編みをします。引き抜きなのでこのままじゃなくて引き抜いてしまいます。1回こうして引き抜いて2目、3、4、5引き抜いたら、この最後にあの前からのところに引き抜くと、これでアフガン編みのところは終了です。こんな感じになりました。で次に縁編みを編んでいきます。縁編みを編むとこういう形になります。でまずここからぐるっと編んでいくんですけど、ここが離れてるのでちょっとこちらに引き抜いてしまいますね。よいしょ。引き抜いてくっつけておきます。そして立ち上がりの鎖を編んで細編みを1目ずつ4回編みます。1、2、3、4でここから細編み鎖編み細編み鎖編みを繰り返していきます。でまず細編みをしたら鎖編みを1目編みます。でここのところにいろいろ入れると かくばってしまうので、ここを飛ばしてこちらに行きます。でこれで2回でここ、次あの この目に入れていきます。2回ここでこうですね。3回、ここに細編み編んだら鎖編み4回か5回、細編み編んだら鎖編み7回、説明しながらと数は忘れます8回、9回、10回、11、12、13、はい、13回、細編み1鎖編みを一応13回編みました。そしたら次の目に、次の目というのはここですね。ここに中長編み長編みを編みます。中長編みですので一旦糸をかけて針を入れて引き出して、でこの3本になったら全部引き抜きます。で次は長編みですので一旦かけて中に入れて引き出してちょっと伸ばして2本抜いてからまたかけて2本抜きます。でここが終わりました。で次の目は今度長々編みと長編みと中長編みをこの目に全部入れます。なので長々ですので2回かけて中に入れます。
そして引き出して、まず2本抜いてまたかけて2本抜いてまたかけて2本抜きます。次が長編みですので1回かけて中に入れて引き出したら2本抜いてかけて2本抜きます。で次は中長ですのでかけて入れて引き出したら3本一緒に引き抜きます。でここがこのようにとがりました。で次は、ここと同じように細編み鎖編みを13回します。12回だったかな、まあいいや、細編み鎖編みで1回です。で2回3回4回5回6回7回8回9回10回11、12ですね。12のがいいですね。13はちょっと多いのでここは12にします。で細編み4目ここでちょっと飛ばします。で1、2、3、4目あだから13のが良かったか、やっぱり13ですね。13にして、で細編みこのままで OK です。4回1、2、3、4で、でここに最後に引き抜きます。でこのような形になりました。そしたらここでこのこれをくぐらせます。この輪の中にこんな感じくぐらして、ここで糸を引き締めます。そしたら4目戻ったところに引き抜きます。1、2、3、1、2、3、4ここか、1、2、3、ここですね。ここに戻って、ここは引き抜きですからね、ここに戻って引き出します。そして、鎖編みを1目編みます。で次の目に細編みです。ここに細編みを編みます。で次のとこに中長編みです。中長編みを編んで、次に長編みを2目編みます。かけてこの目に2目編みます。1目2目編んだら鎖編みを4目編みます。1、2、3、4、そして鎖編みの裏山2目目から引き抜き編みを3回します。1目2目ここから引き抜いていきます。1、2、3、そして長編みの根元に引き抜くというのはここの長な2本すくってかけてこれを全部抜きます。でこれが終わりました。で長編みを次2目ですのでこの同じ場所に長編みを2目編みます。2目で隣に中長編みで細編みです。かけて中長編みで細編みを編んで、そして次の目に引き抜きます。ここで引き、ごめんなさい、引き抜きます。これで糸を切ります。でこれを出して、あと糸始末なんですけど、この目とこの目をつなげたいのでここに2本すくって針を入れて、でこのチェーンのところに針を入れます。そうするとこのチェーンとチェーンがつながりますの でここでちょっときれいにして、でこれを裏側で糸始末をします。でここがちょっときれいになるようにしておきます。あとは縦でも横でもどちらでもいいんですけど潜らせて、これで糸を切ってしまいます。でついでにこちらも始末しておきますね。こちらも糸始末をします。で
これで完成です。そしてこちらはやり方は途中でこれに比べて8回同じですね。7回が1回増えて、6回が1回増えて、5回が1回増えています。なのでこちらはここが13目ですけど、ここが16目になってます。で、編み方は全部同じです。一応編み図は後で載せておきますので参考にしてください。以上です。こういう編んでこう桜もね、前回の桜をこうくっつけるとね、かわいいですよね。いっぱいいっぱい編んでつけると賑やかになります。では以上です。お疲れ様でした。